どうもお久しぶりです。この間の肉食った後ちょっとポケモン竹原とやりに来てんすけど、ちょっと衝撃的なことが、竹原、あの上野のポケモンやりに行ったの？上野公園のポケモンやりに行ったよ。なんてとこ行ったの？フニー池です。ここにもおったわ、フニー池って呼んでるやつ。僕以外にもいたの？いや、大きいよ、起きたよ。来た。ギャラガーの大きい。マジで。不妊池ずっと言ってたわ。忍ばずの池な。そうなの。覚えろ。いや初めて聞いたよ。不妊池はやばいって。不妊池か。いや違うんだよ。不妊池じゃないんだよ。忍ばずの池なんだよ。忍ばずの池ね。はい。この時間はやっぱモジュロ結構書かれてますね。石口公園。人は言うほどいないかな。いいっすね。石口公園。昔ほど言うても人もいないね、全然いない。20分の1ぐらい。ちょっと池袋何もいないから上野行こう。上野ワンリキーの巣らしいから今。なるほど。持ってる？カイリキー、ゴーリキー。いや持ってない。持ってない。じゃあ作ろう。よし、着いたね。上野。まあね、真ん中のとこは行っちゃダメだけど、その周りの外周は、忍ばずねえけど外周は大丈夫だと思うんで。ちょっとさ、はい、あれは、あれやってほしいんだよね。竹原のいつもの挨拶ちょっと忘れてたわ。そうかそうか。じゃあ、はい、僕のチャンネルの挨拶。リベンジ。あ、どうも、竹原リベンジです。ねえねえねえ、よろしくお願いします。ねえ、はい、まあ、言うとりますが。言ってないよ、何も、はい、何も言ってない。そういう感じで頑張ってやっていきたいなっていう。これさ、ずっと聞きたかったんだけどさ、はい、ねえねえねえって何なの？ねえねえねえの意味、まあ、全く意味はない。全く。ちなみに、ワンリキどんくらい飴た？うわ、めっちゃ綺麗。何これ？マジ？何これ？いや、それは多分クリスマスの。クリスマスだから、こんな3、綺麗。綺麗。ちょっとイチャイチャした写真撮ろう、はい、ちょっとこっち側来て、そのイルミネーションバックにやっぱ男2人の写真を。早速ワンリキ1体目。あそこね、この真ん中、ここがね、ここから先がダメなのね。ここから先、ここ通り抜けちゃダメだっていうね。なるほど。そう、ぐるって池の周りを、そうそう、ここは大丈夫。よし、やったぜ、だぜ、一匹もワンリキ。やったぜ、だぜ。いや、それ言うんかい。白龍出たね。白龍、あ、そう。ピーホー。よし、いけ。よし、やったぜ、だぜ、やったぜ、だぜ、だぜ、だぜ。やったぜ、だぜ、どうだ。二体目、2体目切りましたよ。出た？まだ。2体目。よし、やったぜ、だぜ。3体目来た。よっ、よし、よし、やったぜ、だぜ、やったぜ、だぜ、やったぜ、だぜ。カメラ2台だよ。全然出ないからもう進化させちゃった。おお、いや、初登録。ゴリキーね、どうですか？あれ、いいんじゃない？いいんじゃない？ちょっと僕の充電の方がなくなって、充電切れちゃって、ね、ちょっと竹穴の今充電器借りてるんですけど、この二つある、なんだろう、な、繋がってる感気持ち悪いね、なんか。そうだね、ちょっとなんかちょっとカップルイヤホン、一つのイヤホンで二人で聞いてるみたいな感じ。そうそうそう、そういう感じ。ちょっと気持ち悪いな、もうそういうの嫌なんだよ。捕まえた？捕まえた。どう？いや、雨100個集まった？長かったな。だいぶ思いのくらい長かったね。ね、今、何時ぐらいに来たっけ ?7 時ぐらいかな ?7 時ぐらいだね。今、ちょっと時計がある。7時ぐらいに来て、21時40分だから、まあ1時、2時間
半19時半2時間半か2時間半ぐらいか。これがじゃあ進化させていきたいと思います。お願いします。はい、ほぼなかったよね、雨も。ほぼそう、ゼロから最初11個だっけ。そうそうそう、11個から始めて2時間半で怪力怪力に、いや、いい、いやーやったぜ、ありがとうございます。じゃあ2時間半で何匹集まったか数えてみましょう。はい、1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,21,22,23,25,26,27,28 2時間半で28で 2,3 体逃げられたから30ぐらいか。あ、30ぐらい、1時間10匹ぐらい、10匹よかった。まあこんぐらいで十分でしょちょっと広いね、広い上のこの忍ばずの池の周りだけならいいけど、ちょっとあっちの上の公園の方までずっと歩いてたから広いわ。はい、そうだね。じゃあちょっとついでに、僕さっき捕まえてる途中で 92% の腕力出てきたんで、はい、こいつをちょっとなんだっけ、怪力、はい、怪力してみようと思います。はい、ほぼ完璧、ほぼ完璧シリーズ久々やります。ほぼ完璧な答え値、はい、ペッ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 、はい、攻撃で、なんだよ、空手チョップ、なんだろう、攻撃する方だと空手チョップ、クロスチョップ、ああと、なんだっけ、さっき竹原なんだっけ、これはバレットパンチとクロスチョップ、バレットパンチとクロスチョップはなんか防衛側でいいって書いてあったな。どっちが来るでしょう、どれが来るでしょうか。さあ、92%の怪力ちゃん、技は空手チョップ、ストーンエッジ、きっちーいいの、ダメだろ絶対これ、絶対外れだろストーンエッジ、バレットパンチは。マジかよ、分かんない、これがいいのか悪いのか分かんないけど、マジかよ。石沢とかならすぐに、そうね、教えてもらいたいね。ストーンエッジ調べるか、まあまあいっかまたじゃあ、さいなら。